STS-131 は2010年4月に打ち上げられたスペースシャトルディスカバリーによる国際宇宙ステーション組み立てミッションである。主なミッションな目的は多目的補給、モジュールレオナルドを使った ISS への機材の搬入や物資の補給等である。また3回の船外活動が行われ、S1 トラスのアンモニアタンク、 S レートラスのレートジャイロアセンブリの交換などが行われた。また、日本の山崎直子飛行士が初飛行した。これは、ソユーズトママイナス17で打ち上げられた、野口総一飛行士が ISS に長期滞在中のため、初の日本人2名同時宇宙飛行となった。スペースシャトルに7人以上が登場しての飛行は本、ミッションが最後となった。また、 日本人がスペースシャトルに登場するのも最後となった。スペースシャトルの3名に第23次長期滞在員の1名を加え ISS としては過去最多の4人の女性飛行士が ISS に滞在した。当初は3月18日に打ち上げ予定だったがフロリダ州を襲った寒波により機体を組み立て胸に移動させる作業が遅れたため4月5日に延期された。 STS-131 では、以下のラック7台を含む、多数の物資を ISS に搬入した。また、以下の物資を回収した。映像や高速データの通信、ランデブーレーダーとして使われる空バンドアンテナが、打ち上げ直後に故障し、オブスによる耐熱パネルの検査データなどを地上に送信できなく、なったため、 後期点検を ISS とのドッキング中に行い、ISS の空バンド回線を経由して送信することになり、ミッション期間が1日延長された。ケネディ宇宙センターが悪天候のため期間がさらに1日延期され、4月20日に帰還した。ミッションの終了後に科学教育関連の事業を行っているベンチャー企業リバネスから有料で委託された大豆、トマト、ホップ、 ウコンなど9種類の種子が行方不明になっていることが分かった。これらの実験用種子は STS-128 で希望に運搬されており、同ミッションにおいて地球へ戻される予定であったが、ミッション終了後に紛失が明らかとなり、NASA や ISS における捜索でも所在が分からなかった。 ジャクサは責任を認め、STS-133 において、同じ種子を運搬した。また、山崎が、自身の故郷の松戸市の依頼により、宇宙への運搬を依頼されていた市が荒廃したカボチャ種、松戸ジ郎の種230粒と、これとカンボジアのカボチャを荒廃させた、国際交流カボチャの種120粒のうち、後者が、 シャトルに搭載されていなかったことが着陸後に分かった。市では松戸次郎の種の実を教育事業に利用すると発表した。カッコ内の数字は今回を含めたフライト経験数。ありがとうございます。